文春ではあれが良かったんだよな。橘明さん。そうそう。何ページだ。50ページ。50ページか。49か。あ、これマイナ騒動は老人ファシズムである。はい。マイナ保険証とかのね、マイナンバー系のことですよね。そう。はい。緊急機構、紙の保険証を残せばエセ正義。はい。その通りだねこれね。いや全くその通りですね。この放送でもずっとね言ってたと思うんですけど、僕も今週初めてマイナンバーで保険証を使いましたよ。あ、そうですか。はい、いいじゃないですか。でもちょっとやり方が分かんなくてね、置いてここにこうがこうあって、ここにやってくださいってこう当てちゃったりしてよくほら映画館なんだけど当てたりするんだよ。当てたのさ、俺全然動かないしおかしいなと思ったら、こう下にこう置いてね、入れるんだね。そうです、下に置いて顔認証、立ちどころで終わりました。はい。人口が減り続ける日本ではどこも人手が足りず、タッチパネルや QR コードを使った横断は当たり前になった。この要するに最初にですね、はい、なんだこの店は客を馬鹿にしてるのかと、ランチを食べに来たそのじいさんが怒ってると、こういう話から始まるんですよ。要するに今タッチパネルじゃないと注文しないといけないよね。そうですね。もう回転寿司はまずそうなっちゃってますよ。回転寿司も回転させると悪いやつらがいるから、もう100% もうその席で頼んだものだけしか来ないってところなんかもあるんですよ。そこはもう全部あれだし、居酒屋もみんなの前をこう通過していくわけ。通過、そうシャーってくるんです。しかも取れないですよ。すごいスピードで。そんなすごいスピードで行きますから。みんなちんたらちんたら行けるわけじゃないんですよ。だからいたずらしようのないやつなんかもあるんですよ。だからもう注文したもんだけ食べてればまず安全です。ああそう。パッと来るんだ。シャーってくる。すごいね。だけどね。あれ確かにね、タッチパネルの注文ってね、僕らがね編集部で。その高齢の時に食べに行く店でもさ、そういう店があるんですよ。ありますよね。じゃあやっぱやってもらっちゃうね。ちょっとやってくれよ。ああそうか。居酒屋とかもなんかもうそういう風になってるやつなんかもあるし、ただいいのは外国人来た時に絶対注文を英語にさせてさできるじゃないですか。だからやっぱり店側も楽だし。すごいのはもう会計までほぼそこでできてる状態だから、最後にそこでやるっていうのもありますから。できないって怒るのは権利なのかと立花明さんは言ってましたね。確かにね。もうとにかく人口が減り続ける日本ではどこも人手が足りず、タッチパネルや QR コードを使ったオーダーも当たり前になった。はい、それはできないっつって怒ってるのはその権利かと。だから分けるしかないですよね。人が対応してますって店と機械ですっていうところにして、人がやるとこは値段が上がるというのはもうしょうがないと思うんですよ。でもそこの方が居心地がいいって人もいると思うんで、安心して注文できるということであればそうだけど、やっぱ安い店行くって言ったらやっぱ機械になりますよ。物も運んでくれるのもロボット来るとことかもありますし、ロボットで下げるのもロボットで、僕配膳されたロボットに自分が使った皿を入れたらそれ注意されました。それ一緒にしちゃダメだと。とにかくこの間のマイナ問題の報道はあまりに変更しているのではないか。メディアが大きく取り上げた事例に公金受取口座の誤登録がある。マイナカード普及を目的とした最大2万円のポイント付与キャンペーンでは口座情報の登録が条件とされた。そこで自治体が登録を代行する支援窓口を設けたところ、そこに市民が押し寄せて現場が混乱し、別人の口座を誤って登録したケースが900件余り判明したという。